オプション2ビデオは、三営書防の子会社である、株式会社サンプロスが発売していた自動車、愛好家向けセルビデオ。現在は、販売を終了している。主に、プロストック GT、R クラスの戦いぶりを特集している。メンバーは、HKS ガレージザウルスがバンスメイト、ガレージゼニタニなどといった、ドラッグ界では、大御所と呼ばれている面々。さらに、これが発展し、 ストリート04を中心に扱った企画、SSS が展開された。昔、アフターファイヤー谷口と名乗っていた現、レーシングドライバーの谷口信照選手や、九州のベテランドリフター、丸田利正選手らによる突撃。隣のドリフトステージ、日本全国、ドリフトキャノンボールの旅が主だった企画。この企画には、田中和弘選手や野村健選手など、後に、 D1 を代表するドリフターも出演していた。また、ドリフトアカデミー、オリドモン基地のドリフトマシンチェックも人気を博した。初代オプション2編集長であった、斎藤正雄が立ち上げた、オプト2カップが中心である。昔のオプションビデオと、並び最高速特集を多く取り上げていた。内容は、V オプトのそれとよく順じていると言えるが、 ダートを割る専用機での最高速アタックや、シルビア最速を更新する挑戦など、ある意味 V-OP とよりもバラエティに飛んでいたと言える。昔、スポーティーなイメージの薄かった f f 車の現状に、カツを入れるべく、編集部員のトヨタスターレットを、フルチューンして 400PS 仕様にし、ターザン山田こと、山田英二選手のカルニッサン、スカイライン GT-R に最高速、 周回レースゼロ4で勝負を挑む企画が主だった。間に、オプト2ビデオを発金の道に追い込んだ企画。キャンギャルの女の子の着替えを盗撮することから始まり、次第に野球兼間外のホッケー対決へとヒートアップしていった。また、あえき声コンテストでは、稲田大二郎と天宮勇が泣いて喜んだという、ガレージザウルスの代表兼メカニック兼ドラッカーの、 トックリさんこと林トックリが主役兼進行を務めるコーナー。企画自体は単純で、全国にはびこるストリートドラッカーの競合どもをなぎ倒すという企画だったが、途中で林のマシンがクラッシュにあったり、稲田や野村選手らがゲスト出演した時には出動したパトカーに会えなく、ごようになりかけたこともあり、常に危険と隣り合わせの企画だった。主に、 谷口選手が主役を張っていた企画。日本全国の峠という峠に、進出規模に出撃し、走り慣れていないのにもかかわらず豪快なドリフトを決めてくる谷口選手のドリフトセンスの類まれさが思い起こされる企画だった。丸田選手が初めて野村選手から主役の座を奪った企画。九州は福岡県を発着点に、 島根県、兵庫県、茨城県、宮城県、神奈川県、広島県とめぐって、様々なマシンを乗りこなしながらもコースを攻めた。宮城県では稲田かつての計らいで、デモランを披露したことがあり、広島県では谷口選手の8号に同乗走行。先日した田中選手に加え、K オフィス社長の北原真一と、風間康幸選手を迎えて実施された、ドリフト特訓企画。 ドリフト養成ギプスとして、モーテックの最新データ収集機能を備えた、松田優のスロードスターのボルトンターボ仕様も用意された。現在、D1 グランプリで実況として活動している、鈴木学も実はこのドリフトアカデミーの出身。レーシングドライバーのオリド学選手の持ち企画。オリド選手が様々なチューニングが施された、ドリンシャを乗り比べ、 パーツやセッティングの批評を行っていた。当時の編集長、斉藤正夫が立ち上げた、サンデーレーサーのためのサンデーレース。馬力に合わせたクラス分けがなされ、86や、シビックなどのライトウェイトスポーツカーには、クラス C、シルビアや、FC などのミドルウェイトスポーツカーには、クラス B、GT-R や、スープラなどのハイパワーマシンに用意された、クラス A。 最終的には何でもありな無制限クラスが設けられた。その参加のしやすさからエントリー台数はかなり多かったとみられる。現在ではオプトに耐久レースに名称を変え純粋な耐久レースとして継続されている。創刊当初からユーザー視点に立っていた雑誌版とは違い、V オプト以上に徹底してアンダーグラウンド色を色濃く滲み出していたビデオ版。 しかし先日のエロ企画など言葉では到底言い表せないほどの過激な企画特集があだとなったのか2000年についに発売禁止処分が言い渡された今までの企画に登場した一番が新しい車は R34GT-R くらいなものだったしかしオプト2.2006年10月号の付録にて衝撃的な復活を果たしたこれには 昔、こういう超過激なビデオがあったんだよ。それも V オプト以上のね、という伝統を少しでも伝えたかったサンプロス社員一同の思いが詰まったものでもあるだろう。この付録には、ワイルドスピード X3 東京ドリフトのプロモーションムービーも収められている。中でも代表的なのが、トヨタアリストをベースに T78 から33。 G を組み込んだ SR20 デッドと5速マニュアルをドッキングしたものでフロントウィンドウがないせいで稲田が殺されるかと思ったというをこぼした。しかし04対決で EP82 のミッションがブロー。山田選手が不戦勝で事なきを得たという。ありがとうございます。